多分もうお風呂いい感じですね。まあ今ようやく7時ですね。おはようございます。結構ね、昨日は疲れちゃったんですぐ寝ちゃいましたけど、まあでも寝れるように結構なんか飛行機で寝なかったりとか、まあ、前日時間崩したりとか、今から僕2日間と半丸々あるわけですよ。2日ちょうどと、次その2日経った後の4時かに帰れるんで、まあ、それまで普通だったら多分なんかもう何しようかなとか、なんかもう暇だなとかあると思うんですけど、まあ結構僕なんかこんな環境だったら仕事はかどるに決まってるやろみたいな、結構いろんな意味で楽しみだったりします。まあ、今からちょっとね、何やるかちょっと目標をね立ててみたいと思います。まあ、これ僕の中でねバイブルなんですけど、まあ皆さんもね書いてみてください。なんかこれやるって決めた時、なんか書いたリストからやる、絶対仕事もう 100% はかどります。昨日もらった水なんですけども、2リットルぐらいなくなっちゃいました。僕って1日4リットルぐらい飲むんです。なんかモデルかとか言われますけど、水皆さん飲むのいいんでおすすめします。でも午前中はもう研究以外のことやらないと、もう E メールもチェックしないっていう感じで行きたいと思います。12時ぐらいにチェックしようかな。で、まあでもご飯がたまってちょっとしたら来るんで、それ結構楽しみに食べたいなと思いますけど。で、午後っていうのはなんかその教える用意とか、来学期のこととかしたりとか、今日僕ね、7時から夜の、7時からなんかなんかまあワークショップみたいなのがあるわけですよ。なんかまあプレゼンテーションみたいな。だそれの用意したりとか、まあ実際プレゼンテーション夜7時にしたりとか。で、その後に9時15分からメンタルトレーニングがね、一人入ってるので、まあそれをやって今日は終わりですね。だから本当にご飯食べて、パソコン見て、ご飯食べて、でまあ眠くなったら僕風呂入るっていうことでね、行きたいと思ってます。タイトルだったらね、全然見せていいかなと思うんで、これを今イラン人とまあ研究出そうとしてるんですけれども、まあその見てほしいですっていうことで、まあ一緒に研究始めることになったんですけれども、まあこれをもう本当にただこれをやるっていう感じですね。これで、まあ、僕は見なきゃいけないところっていうのがあるわけですよ。なので、まあそれを今日やって送り返したいなっていうのが目標。次の放送まで扉を開けずにお待ちください。朝の健康チェックの実施もよろしくお願いします。朝9時までには必ず体温と症状の入力をしてください。今朝食が来たんで、もうこれぐらいなんですよ。楽しみって本当に誰もいないのかな。外見てみましょうか。もう出ちゃいけないっていうこと。あ、本当に来てる来てる。え、鳴ってる。こんな感じですね。この外は出ちゃいけない。前いないんだ。意外。まあ、今ずっとこの、まあ、一本最初に見せた、まあ、イラン人かとの論文ですけど、まあ、ずっとディスカッション眺めっこして直したり修正したり論文足したり、まあでも結局このセクションってまあこれでとりあえず終わったので、まあこれでもう、まあ、この共同研究者の方に送って、まああとはまた帰ってくるのを待つっていうことで、とりあえず僕の仕事は終わったんで、今からちょっとダラダラしたいと思います。いやでもやっぱりもうこれしかやることないんで、やっぱはかどりますね。今なんか一個今後やる研究っていうのは、まあ1時間半ぐらいかかりましたかね。まあその以前やった研究の、まあ、次に行くような研究なんで、まあ、だいぶ以前の研究の情報を使いながら新しい書類作りましたけど、終わったので今からのご飯をね食べたいと思います。だから今は12時半か。だから本当に朝だから8時から4時間ぐらいちょっとぼーっとしながら結構進んだ感じがします。じゃあちょっとご飯、じゃあ早速このほうれん草と、これ洋食って言っていいのかな、スパゲッティとこれチキンか、うん、まあ食べたいと思います。これはありです。まあ今とりあえず来学期のシラバスっていうのかな、お前4つ作りましたけれども、どうですか。なんか結構このなんかオープンコンセプト、キッチンじゃないですけどね、なんか結構意外となんかいいっすよね。なんか閉鎖感ないっていう、まあ、今2時20分なんですけど、僕の中ではこの、まあ、午後のこのなんか3時ぐらいがもう一番集中できないっていうか、皆さんそんなことないですか？なんか朝のが集中できるけど、午後って結局なんか、まあなんかぼーっとしちゃうというか、しかも僕時差もあるし、なんか若干眠いんですよ。だから今風呂入ろうかなとか迷ってます。溜まってきました。入ります。とりあえず風呂に入って、もう仕事なんも進まないですね、もう。なんかダラダラ、よくないですか？なんかなんとなくパソコンの前にいて、
やってる感出して結局何もやってないみたいな、そんな感じです。もう今なんか外も変わってきましたね。すごいですよね、こっからこんな近くに今見えるっていう。いろんな飛行機ありますね、そこに。相変わらずこの前は誰もいないっていう。これからね、あとほんと30分後ぐらい、1時間後かから、まあ、公園みたいなのがあって、まあ、そのスライドを作ってましたけど、夜ご飯が来ましたよ、皆さん。いやでも結構いい感じじゃないですか、これ。唐揚げも入ってるし、だ結構楽しみです。なんか怖いのがやっぱズームが本当にうまくつながるのかな。若干なんかね、こうネットは弱いんですよ。だそれがね、微妙に不安だなっていうのはありますけどね。まあしょうがないですよね、文句言っても。まあネットがあるだけ、まあ幸せじゃないですか。岩月先生、岩月先生っても気持ち悪いよ。モチベーションではなくて、まあ、今日は何に集中したら、まあ、その学習っていうのが、まあ、うまくいくのかとか、まあ、パフォーマンスが上がるのかっていう。で、まあ、全部、まあ、話した後に、まあ、このモデルに関して、あ、こういうふうに運動のパフォーマンスとかが上がるんだなっていうのがこう、まあ、ピンときていただいたら、今日僕の中では、まあ、今なんかまあ講演みたいなのがこう、まあ、終わったので、まあ、これからちょっとメンタルトレーニングを、まあ、これで終わったらもう終わりです。今だから9時20分なんですけれども、まあ、やっぱさすがにちょっと眠いです。なんかかなりぼーっとしましたね。あんまり記憶なかった時もあったりとか、聞いてる時は。まあじゃあ早速ちょっとメンタルトレーニングでしていきます。じゃあ僕あれなんですよ、今日本なんですよ。じゃあ早速やっていきましょうか。うん、でいやもう今日はちょっとめちゃくちゃ眠いですね。今もう10時20分ですけれども、まあもういい意味でね、もう今眠いんで、まあもう夜ですけど、もう今日はあの1日目これで寝ます。もう歯磨いて、もう何もないですけど、ここ、はい、寝たいと思います。それでは皆さん、また明日。今現在7時ですね。風呂入ります。今は風呂入ってもなんか気づいたらもう本読んでたら、まあ、1時間ぐらいね立っちゃいましたけど、ずっと座って。やっぱアメリカってあんま風呂に入ったりしないんですよ。僕の風呂もめちゃくちゃ浅いし、だからそういうのもあって、なんかまあ温泉ついてるような感じですかね。まあすごい今のところは楽しんでます。じゃあこれからあのご飯をね食べたいと思います。いやもうすでに僕ね6リットル飲んじゃったんですよね。まだ1日とちょっとしか経ってない。2本来ましたよ。どうでしょう。10時10分なんですけれども、マジはかどんないですね。もうやっぱ結構できるかなとか昨日思ってたんですけど、もうやることないし行くとこもないし、もう腹減ってるだけです。で早くもうなんか食べたいなって。でなんか冷蔵庫もないから開けるとこもないし、もうしょうがないんで待ってます。ちょっとだけ洗濯しました。しょうがないですね、手洗いなんで。いやなんかもう今日なんかあんまり集中できないなと思って、これ多分ですけどこの部屋暑いんですよ、微妙に。今開けましたけど、まあ、これもし勉強とか効率的にまやりたいっていう方はアドバイスになるか分かんないですけど、これ部屋の温度も変わってくるらしいんです。僕部屋に実はね、まあ、これ教えてもらったんですけど、部屋にあのなんていうんだっけ、あの温度計あるんですよ。で22から24が集中しやすい感じがして、ここ今さっき調べたら27で、確かにクソ暑いなと思って。だから窓今開けましたけれども、なのであの気温をね考えてみると、皆さんこれおすすめします。楽しみの時間がやってまいりました。お肉おいしそう。今1時ですけれども、本日2度目の風呂に入りたいと思います。Thank you. この放送が入るとご飯が届いたっていうことなんですよ。外見てみましょうか、せっかくなんで。誰か見てください。人が出てきた。初めて人見た。すげえ。やっぱみんな腹減ってたんでしょうね。結構豪華じゃないですか。今7時なんですけど、もう眠気がもうやばいですね。もう仕事とかそういう問題じゃなくて、もう
起きてるだけですね。あと2時間とりあえず起きて9時に寝ます。いやこれなんか僕の中で発見があったっていうか、え、これ服って上から乾くって皆さん知ってました？これ上乾いてんのに下濡れてんすよ。だからこうやって上から乾くんだなって。これもうアメリカ住んでると、日本住んでると分かるとかあんのかな。もう服干さないんですよアメリカは、もう乾燥機なんで。でなんか見たら、え、下だけ濡れてると思って、平等になんか濡れていくの消えるんじゃないんだなと思って。え、これ皆さん発見じゃないですか。見てください、今3時20分。いやもう気づいたら寝てましたね。だからまだ外も真っ暗なんですけど、もう今寝ようかこのまま行こう か、 だからこの時差ってこれが大変なわけですよ。まあ、気づいたら9時ぐらいにはもうなんか電気つけながら寝てました、ね、ちょくちょくやっぱこういうのってあるんですけれども、まああの今時差とね戦ってます。まあ、結局あなたね風呂に入ったわけですよ。まだ5時半ですけれども、なんか仕事ねすごいあのはかどってます。まあやっぱ朝ってはかどるんで、皆さん朝仕事するの結構おすすめします。見てください、まだ暗いですよ。まあ結局時差があってなかなかね寝れないんだから、今日はまあ仕事頑張ってでまあ早く寝ようかなっていう、これ作戦です。なんか出る最終日の朝ってなんかまあこれにまあ唾液をまあ今入れたんですけど、で入れてまああのここに線があるんですよ、ここまで。もうちょっと見えないですねでまあこの結果をまあこれからまあ出してくれるんでしょうね、うん、なのでまあ朝放送が入って、なので今これだけを出したので、まあこれをドアのところに置いとくっていう感じです。いや完璧にしてこんなサプライズがあると思ってませんでした。見てください、朝食パンですよ。しかもちょっと甘いもの食べたいなって思ってて、いちごとマーガリンって書いてあるわけですよ、ここ見えるかな。で焼きそばになんかソーセージとか、なんか今日初めての洋風ですね。じゃあ早速食べていきたいと思います。うん、で僕あの食べ物のレポーターとかそういうのできないですけれども、うん、結構シャキシャキしてる。うん、ポテトサラダはなんだろう、結構ね研究活動がねあの進んだかなと思います。朝ですけど最後のご飯が来ました、これですどうなんだろう、まあまあ最後にもう一回風呂入ります。ちょうどねお風呂入ってる時に、まあ、電話がかかってきて、まあ、今からね出てもいいっていうことで、まあもうこっから出ていきますけれども、なんかねバスがそこに止まってるんですよ。一緒に見てみましょうか、せっかくなので。なので多分、まあ、あのどっちかのバスで帰るんですよっていうことでね、まあ今からね出たいと思います。まあ、これ見てもらっても分かるんですけど、もう2リットルの水を5本と500ミリリットル、まあここに3本しかないですけど、まあもう1本飲んじゃったんで、だからもう相当なんだ12リットル飲んだのか。でそれに毎回お茶200ミリリットル、ジュース200ミリリットル、もう結構やっぱり飲むっていうことがね、あのこの滞在でもよく分かりました。まあちょっと今日不思議な動画でしたけどね、皆さん楽しんでいただけたら嬉しいです。しょうもないブログじゃないかなと思いますけれども、あのこうやってね、まあ、僕もあの動画編集頑張りました。はい、それでは皆様で YouTube でお会いしましょう。 We will talk soon. Peace.